のくさんこんばんは。メッセージありがとうございます。今回は介護についてそして優しさについて、お話ししてくださいました。昨年だったんですね、お母さん亡くなられたの。まあ私もね、人の死についてはまあ人一倍考えると言いますか、まあ私なりに考えるところがありまして、私がね、実際に自分のほぼ目の前で人が死ぬのを体験したのっていうのは、まあ20歳ぐらいの時だったんですけども、当時私岡山で大学生をしてまして、で大学に通いながらホストクラブのアルバイトをしてたんですよね。で、同僚のホスト、私は学生でホストをやってたんですけども、その時にもうすでにね、18歳ぐらいからホストクラブに行っていた、まあ同い年ぐらいのね、男の子がいたんですけども、彼がね、自分のお客さんを殺してしまったんですよね。でそれがすごく身近だったですね。しかもその殺された女の人っていうのはそのホストのお客さんであり、私の通ってる大学の、生徒だったんですよね。私の学年一つ下だったんですよ。で当然ですけど、私の方にも事情聴取も来たりとかね、学校の方に、取材が来たりとか、刑事が来たりとか、当時の新聞にも載ったりして、まあ、割とね、大学って人が結構死ぬんだなと思ったわけなんですけども、その時に思ったんですけども、まあ、人ってね、明日が当たり前にあるわけではないなと思ったんですよ。まあ、そういう意味では私はその20歳ぐらいの時に人の死について、もうこれ人は絶対死ぬなと、死亡率は 100% なんで、覚悟をしとかないといけないなと思ったんですよ。あらゆる人に対してね、覚悟、まあ、それまでも高校時代っていうのは、まあ、割と暴力沙汰が身近にあったような暮らしをしてましたんでね、もしかしたら死人が出るかもしれないなみたいなこともね、結構あったりしたんですけども、まあ、幸いながらやっぱりこう、まあ、喧嘩慣れしていると言いますかね、拳を使い慣れていると相手が怖がるほどのダメージは与えるけども、知名度になったりとか、病院沙汰になったりとかね、そういうことにはならないように本当みんな上手だったんだなと思ったんですよね。で大学に入ってそういうことがあったもんですから、やっぱりね、覚悟をするのと同時に、本当に人の命っていうのは元気だろうが年老いていようが同じように風前の灯火なんだなっていうふうに感じるようになったんですよ。本当こんなんですか、嵐の前に吹き飛ぶ風の前の花びらのような弱さがあるなと思ったんですよね、命には。だからこそ本当に大切にしなければならないなっていうことと、あとは覚悟しなければならないなっていうふうに感じましたね。それで、母親の死っていうことに対して私も毎日意識します。まあ、だからこそ私は今みたいな暮らしを手に入れたかったのかもしれませんよね。私の両親はおかげさまで、まだね、元気に70代後半を過ごしてますけども、でも私はすでにもうお別れも言ってありますし、できる限りのことを日々しているつもりであるんですよね。そして介護ってものも意識することが多いです。まあ、ですので私は介護士も十数年にわたってやっておりましたし、それから病院勤務っていうのも経験したりとかね、それからケアマネージャーさんや介護士さんっていうのは、まあ、いわゆる専門家ではあるんだけども、でもね、一つ一つの家庭に入っていけないっていう風なこのもどかしさっていうのもあったりとか、あとは立場上を、こう発信しないといけないことと発信してはいけないことっていうのがあるんですよね。そういう意味で言うと、専門家の言われてることとか、日々多くの利用者さんですとか患者さんに向き合ってる方とは言っても、一意見として取り入れるけども、でも最終的な判断でどうするかっていうのは自分で決めて自分で責任を取らないといけないかなと思ったんですよね。でそういう意味で言うと、ノクさんが言われてた経験っていうのは、お医者さんにはこう勧められたけども、それを一意見としてね、でノクさん自身の家族のこと、家庭のこと、家族のことはやっぱり自分で決めたっていうのはその通りだと思うんですよ。やっぱりお医者さんが言われるようにするっていうのは、基本的にはどのぐらいそのお医者さんを信頼してるかっていう、その信頼関係に、よると思うんですよね。ドクターのことをものすごく信頼していたら、多分このドクターが言うんだったらそうなんだろうなと思ってやったと思いますし、それがベストだっていうふうに、形作られると思うんですけども、やっぱいまいちね、この人どうなんかなっていうところがあれば、慎重に慎重に考えることになると思いますんで、まあ、そういう意味で言うと、ノクさんの選択っていうのは、ノクさんにしかできないことだったと思いますし、おそらく他の方でしたら他の選択があったのかなと思います。まあ、それでね、リハビリの件でもお話しされてましたけども、これもね、私もね、よくね、
経験することなんですよ。なぜならやっぱり私はリハビリにお付き合いすることもね、仕事上多かったですし、リハビリには3種類ぐらい考え方があるのかなと思うんですよ。というのがね、本当に非常に冷たい話なんですけども、リハビリっていう形を取るリハビリじゃないものもあるんですよね。というのが、リハビリしたらやってる方としては回復に向かうっていうふうに少なくとも感じると思うんですよ。そこに希望を見出すはずなんですけども、もう回復の見込みがないリハビリっていうのをさせることもやっぱり介護士としてあったんですよね。この人は衰弱してそのまんま寝たきりになってそのまま死んでしまうっていうことが分かっているのに、リハビリをすることによって少しでも希望を持たせる、明るい気持ちにさせるっていう、いわゆる嘘をついてたっていうリハビリがあります。で、2つ目なんですけども、リハビリという形をとってですね、最後の触れ合いを近所の方にしてもらうっていうこともあったんですよ。それはね、リハビリを介護士としてこう一緒にやっていく中で、ご近所の方に、おお、何々さんリハビリしとるんかねって言ったら、ああもうすぐ元気になるよみたいな形で、まあ、いわゆるそういうふうな最後のお付き合いを近所の方にしていただくための介護、介助っていうものがあったのかなと思うんですよね。これは私の所属してた事務所とかが明言されたわけではないですけども、私は心の中でそういうふうに受け取ったということなんですよね。で、3つ目は、まさにね、リハビリに向かうためにトレーニングをしてるのに、下手に近所の方がね、善意から手を貸すんで、いわゆる余計なこと状態になってるってやつなんですよ。それについては介護をしている者が間に立ってね、やっぱり事情をね、話さないといけないかなと思いますよね。そうすると周りの人も応援はするけども必要以上にかからないっていう状態ができるんで、この3種類、回復に向かわないリハビリ、向かうリハビリっていうのがあると。2つ目、最後の触れ合いとして形上リハビリっていう形をとっているってもので、3つ目は単なる余計なことになってしまうというケースですね。まあいろいろと私も考えるところがあって、ノクさんの動画を送られてきてからね、いろいろね本当に思い出すなってことがありました。で、今回の動画はこの辺でまとめに入りますけども、やっぱ人はね、やっぱり死んでしまうんですよね。で、死ぬ前にだんだん弱っていくっていうこともありますし、いきなりね、電気のスイッチを切るようにパチンとお亡くなりになることもあったりとかして、私が思うのは、今ね、両親と過ごしてるわけなんですけども、まあ10年後はいないだろうなって思ってるんですよ。で、そうなってくると、これが最後の一緒の食事かもしれない。これが最後の肩もみかもしれない。これが最後に一緒に見た映画かもしれないっていう形で、今ね、何をする時でも、あ、これが最後かもしれないなっていう風な覚悟が日々日々あるわけなんですよ。で、今私隠居暮らしをして4年ぐらいになるんですけども、毎日のようにこれを意識してるんで、たまにね、本当に涙が出てきそうになるんですよ。人と別れてしまうってことで、ね、で、今まで自分が過ごしてきた時間、はっきり言って自分の両親や家族っていうのは無視して暮らしてきました。自分の家庭ができるとも思ってなかったんで、めちゃくちゃな暮らしでした。で、本当にそういう意味でね、私39歳までなんて自分勝手で自分の時間を、人の人生を無駄にしていたんだろうなと思って、その分今ね本当に反省することとか考えることが多いなと思いました。介護について考えるという機会をね、今回ノクさんにいただいて、これ語り続けると本当キリがないんで、この辺にしておきますけども、やっぱりね、私の考える優しさっていうのかな、マインドセットっていうのは、覚悟をすることと、それから和解することなのかな、許し合うことなのかなというふうに思いますね。ちょっとまとまり方としてはすごく不自然な動画になっちゃいましたけども、またねゆっくりと話し合いたいと思います。やっぱり同じ年代、考えが重なることも多いと思いますんでね、これからはそうですね、もっと命を大切にと言いますかね、日々を大切に、1秒を大切にしていきたいなと思います。嵐の前に咲く一輪の花のようにね、花びらはいつ吹き飛ばされてしまうかわからないということで、今日の動画を終わらせていただきます。ありがとうございました。